こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、賃借人による費用の償還請求、民法608条について解説いたします。大きく分けると2つあって、1つ目が必要費償還請求、2つ目が有益費償還請求です。なので、違いで言うと、必要費なのか有益費なのかの違いになってきます。で、まず必要費償還請求のところからいきます。賃借人は賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対して償還請求できる、このように条文で規定されているんですね。で、まず必要費ってどんな費用かというと、賃借人が使用収益するために必要な費用です。賃借人が例えば建物を借りました。そしたら建物を使う上で必要な費用になってきます。例えば建物の屋根が壊れていて雨漏りしている、そういう状況だったら使えないですよね。なので、例えば屋根の修繕費用だったりとか、これ必要費に当たります。あと水道管が壊れちゃって、水道管から水が漏れてくるとか、これだと住めないですよね。で、そうするとその費用ですね、水道管を工事するための費用、そういったものも必要費に含まれてきます。で、こういった費用を借主、賃借人が支出した時は、賃貸人に対して、貸主に対して償還請求できますよっていうルールです。償還請求っていうのは、返してください、私が賃借人である、私がお金払った、負担したから、その分返してくださいと請求できるというルールなんですね。なんでこれ償還なのか、返還って置き換えてもいいんですけれども、これあえて条文では償還っていう風な言葉を使っているんですね。で、これなぜかというと、償還って償うっていう感じですよね。これ償う、この必要費っていうのは賃貸人負担ですよね。賃貸人が負担すべきお金にもかかわらず、賃借人が負担しているわけです。賃借人が必要費を支出した時って書いてあるので、賃貸人負担のものを賃借人が代わりに負担してあげている。だから後で賃貸人さん、貸主さん、そのお金償ってくださいよということで、償還請求っていう言葉を使っているんですね。ただ、分かりづらいなっていう方は、返還って置き換えてもらっても大丈夫です。で、これいつ償還請求できるのか、いつ返してって言えるのかっていうと、これはいつでも大丈夫です。賃借人が必要費を負担したら、その後であれば賃貸人に対していつでも償還請求が可能です。で、ちょっと細かい話になってくるんですけども、条文では賃貸人の負担に属する必要費って書いてあるんです。これ言い換えると、賃借人の負担に属する必要費はこれ償還請求できないよっていうことですよね。で、これなぜこういった文言が入っているのか、この言葉が入っているのかというと、賃借人の責めに帰すべき事由によって生じる必要費は含みませんよっていう話です。これ考えていただいたらわかるんですけども、例えばこの水道管の修理費用、水道管が壊れているって話なんですけども、その壊れた原因が賃借人にあると、つまり賃借人が原因でこの水道管が壊れてしまったというのであれば、これは賃貸人が負担すべきものじゃないですよね。賃借人がちゃんと負担してください、あなたが壊したんだからあなたが払ってください。言い換えると、賃借人は賃貸人に対して償還請求はできませんよっていう話です。だからあえてここに賃貸人の負担に属する必要費っていうふうにこれ特定しているわけなんですね。で、続いて有益費償還請求の話になります。有益費ってどんな費用かというと、賃借物、借りたものの価値を上げるための費用です。例えば建物で言うと、今はねあまりないかもしれないですけども、ボットン便所ってあったんですよ。今は普通水流す便所じゃないですか、お手洗いって。でも昔、もう若い方は知らないかもしれないですけども、私がちっちゃい頃まだあったんですよ、ボットン便所っていうのが。水で流さずにそのまま下に溜まっているっていう、そういった便所があったんですね。だから匂いもやっぱりきついんですよ、そういった便所っていうのは。そういった便所があったと仮定して、それを例えば水洗便所に変えた、新設した、そういう費用です。そうすると賃借物である建物の価値って上がるじゃないですか。
ボットン便所だったものを水洗便所にすることによって建物の価値は上がります。またはお手洗いがついていない家にお手洗いをつけた、これも賃借物の価値上がりますよね。まあそういった費用が有益費です。こういったものを賃借人が支出した、この場合賃貸借終了時に価格の増加が現存している場合に限って、賃貸人の選択により支出した額もしくは増加額を賃貸人は賃借人に償還しなければならない。まあ、このように規定されているんですね、条文では。で、ちょっとこれ一つ一つ見ていかないと分かりづらいので、まずそもそもこの有益費の支出っていうのは、もちろん賃借人は賃貸人に対して、まあ、承諾をもらっているってことが前提です。通常勝手にボットン便所を水洗便所に変えたりとか、トイレがついていない、建物に対して水洗便所を新しくつけるとか、まあ、そういった工事って勝手にはやらないと思うんですよね。なので、まあ、賃貸人の承諾は得た上で、まあ、有益費は支出したと考えてください。まあ、契約上も大体そうなってます。で、続いて、いつ有益費を償還しなければならないのか、つまりこの費用というものを貸主は借主に対して返さないといけないのかというと、これは賃貸借契約が終わった時です。その時に有益費を返さないといけませんよっていう話ですね。じゃあいくら返さないといけないのかっていう話なんですけども、それは価格の増加が現存している場合に限り、これどういうことかというと、例えば水洗便所をつけましたといった場合、水洗便所例えば20万円かけて工事をしましたと仮定しましょう。でもそれ使うごとにどんどん価値って下がっていきますよね。まあ、どれくらい下がるかわからないんですけども、どんどん下がっていきます。で、賃貸借契約の終了した時に、どれくらい価値が残っているのか、全く残っていないというのであれば、この場合は価格の増加が現存していないですよね。もともと、例えばトイレがついていない家の価値がこれだったと。で、そこからトイレをつけることによって価値が上がった。で、ここからトイレを使うことによってどんどん価値が下がってくる。で、賃貸借契約が終了したとき、この差額部分が増加額ですね。このように価格の増加が現存する、現在存在している場合に限って、賃貸人は賃借人に対して償還をしなければいけない。お金を返さないといけないっていう話なんですよ。つまりこれが全くないという状況であれば、これ価格の増加が認められないので、償還しなくていいよっていう話なんですね。じゃあ具体的にいくら返さないといけないのか、賃貸人は賃借人、貸主は借主に対して返さないといけないのかっていうと、賃借人が支出した額、つまり先ほどの事例で言うと20万円でしたかね。水洗便所を取り付けるのに、工事をするのに20万円かかった。で、現在の価値、残っている価値が、例えばもう10万円ぐらい、半分になっていたといった場合、支出した額は20万円。増加額は10万円。まあ、増加額っていうのは、まあ、残っている価額です。この増加っていうのは何から見て増加しているかっていうと、元々の賃借物の価格から考えて増加した分なんですよね。だから今言った内容で言うと、まず新設することによって20万円ですよね。で、20万円から使うことによって10万円まで下がった。ということは、元々の賃借物から考えると、増加している価格っていうのは、10万円分増加しているっていう話です。だから増加額は10万円です。だから20万、10万ですね。これを賃貸人は選択して貸主に対して償還しなければならない。まあ通常であればこっち選びますよね。少ない方。増加額分ですね。10万円を償還しなければならないと、まあ、いうことです。ポイントとしては賃貸人、貸主が選択できるよ。支出した額と増加額。どっちを償還するかっていうのは、貸主が選択できるよっていうところがポイントになってきます。なので、まあ、違いを簡単に言うと、まず、必要費と有益費が違いますよね。これちゃんと覚えておきましょう。で、必要費については、支出したらいつでも貸主に対して償還請求できるよ。一方で、有益費については、賃貸借契約が終了した時に、賃貸人は賃借人に対して償還してくださいね。っていう話です。まあ、逆を言えば、賃借人は賃貸人に対して請求できるということですよ。賃貸借契約が終了した時に賃借人は賃貸人に対して請求することは可能です。あと、金額については、これ必要費触れていないんですけども、実際にかかった費用ですね。
で、一方で有益費については、支出した額、実際にかかった費用と増加額、これのどちらか一方を貸主が選択して決めることができますよ。っていう話です。で、この部分もよく試験で出題される部分なんで、しっかり対比して頭に入れていただければと思います。そして弊社は個別指導を行っております。個別指導ではこのように理解をしながら学習することを行っております。理解ができれば1回で合格できますんで、もし次の試験で絶対合格したいという方は、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。